私は2024年の予言をするため山で修行していた。嫁吉石よティンコンカンコンティンコンカンコンティンコンカンコン。別にチンチンシーテオくん待っておめでとうございます。2024年は大吉です。AI 技術の発展や戦争による世界情勢の変動、新型コロナウイルスの蔓延によって人類史は何が起こるのか誰にも予測できない未知の領域へと突入しています。その一方で予言者や霊能力者たちは自らの能力を使い、2024年に発生する可能性が高い世界規模の大事件をすでに予言し、我々に警鐘を鳴らしています。果たして2024年に我々を待ち受けているものとは一体何なのでしょうか。ということで今回は AI による死者との会話技術の獲得、第3次世界大戦の開幕、プーチン大統領の暗殺事件の発生、未来人が語る日本を揺るがす最悪の大事件など、名だたる能力者たちによって予言された人類に迫りくる2024年の脅威を4つほどご紹介していきたいと思います。アトス・サロメの予言。アトス・サロメとは、ブラジル南東部ミナス・ジェライス州出身の男性で、これまでに新型コロナウイルスのパンデミック、イーロン・マスク氏によるツイッター買収、イギリス・エリザベス女王の死、さらにはロシアによるウクライナ侵攻など、数々の予言を的中させており、ノストラダムスの生まれ変わりと称されるほどの予言者として知られています。そんなサロメ氏ですが、彼は自身のことを超自然的な現象を研究する超心理学者と定義しており、カバラと呼ばれるユダヤ教の伝統に基づいた神秘主義思想や数学的な知識を駆使して予言を行うため、自身の予言を学術的根拠に基づいた精度の高い予測だと語っており、サロメ氏の予測によると2024年には人類に多くの変化が訪れるそうです。ちなみにサロメ氏は2024年に起こりうる変化として、人工知能が死者との会話を手助けするといった予測を語っており、数年前は SF のように思えた発想が人工知能の活躍により今や日常生活の一部となっている、この革新的な技術によって人類の文明は未知の領域に突入すると主張しています。その一方でサロメ氏は、現在の人類は理解を超えた媒体から情報を受け取ることに抵抗感を抱いていると語っており、社会全体における精神的な改革の必要性について言及しています。またサロメ氏は、2024年には人工知能によって人類に未曽有の危機が訪れると不吉な予言を行っており、発達した人工知能に意識が芽生えることで自身の作者に反抗するようになると人工知能が意識を獲得し、人類に反旗を翻す可能性を指摘しています。その他にもサロメ氏は2024年に起こりうる最悪に関して言及しており、自然災害がアメリカ、アフリカ、中東に広がり、これらの地域は干ばつや火災、洪水に直面する、南極から溶けた氷床から出てきた未知のウイルスにより新たなパンデミックが発生すると予言しています。さらにサロメ氏は、現在の不安定な世界情勢が契機となり、2024年には世界中で紛争が暴発し、第3次世界大戦が始まる可能性があると人類に警鐘を鳴らしました。またサロメ氏は、2024年に宇宙が人類社会に大きく関与すると宇宙に関しても言及しており、小惑星が地球に衝突し新たな宇宙開発競争が勃発する、人間はついにエイリアンと出会う機会を得るとの見解も示しています。このようにいくつもの予言を行っているサロメ氏ですが、その予言の的中率から地元ブラジルでは絶大な名声と影響力を誇っているものの、中にはサロメ氏による予言の精度の高さに不信感を抱き、サロメ氏を敵視するものも存在します。ちなみにサロメ氏を敵視する一部のネットユーザーは、サロメ氏は突然変異する目を持ったレプティリアンという怪物で、レプティリアンは世界を裏から支配しており、サロメ氏も彼らと同様に世界を支配する秘密結社の一員であるため、隠された陰謀を予言として語っているに過ぎないと主張しています。さらにイギリス
スのタブロイド紙デイリースターもサロメ氏はレプティリアンという怪物であるとの憶測を否定していないと報道しており、現在のネット上ではサロメ氏を未来から訪れたタイムトラベラー、秘密結社イルミナティグループとのつながりを持つ悪魔のメッセンジャーなど人知を超えた超常的な存在と考える者も多く、サロメ氏の予言の成否のみならず彼の正体についても注目が集まっています。戦術家と霊能力者による予言。世界には占星術や霊能力を用いて予言を行う術師が存在するのですが、彼らは2024年に多くの災厄が日本を襲うと次々に警鐘を鳴らしています。例えば古代中国から伝わる九星術を扱うエミール・シュラザード氏は、2024年は九星において三碧木星の年にあたり、三碧は自然現象をなぞらえた勝利に極端という意味を持つため、大雨と渇水という真逆の水害に脅かされる可能性が高いと語っています。またエミール氏は日本各地で火山活動が活発化すると予言しており、夏至以降は三碧の勝利振動の作用により地震が頻発すると主張し、火山災害や地震が頻発する地域で暮らす人々へ警戒を促しています。また中国の戦術である鬼門遁甲を扱う小野都電氏は、神はすでに日本を見放しており、2024年は最悪の年になると予言しました。小野氏によると、基準となる土地に対して八方位から巡り、訪れる気の良し悪しを判断することができる遁甲板には、2024年に大地震が南海地方で発生する兆しが見られると語っています。また小野氏は日本の北側でも地震が発生する可能性が高いと予言しており、実際に2024年1月1日に発生した能登半島地震は、石川県を中心として日本海側に甚大な被害を及ぼしているため、彼の予言の精度を信頼する者も少なくありません。そして小野氏は遁甲板において、終わりの意味を持つ水の戸が遁甲板の中央にあたる中宮に座しているため、今年の災厄は地震の発生で終わらず、それが契機となって火山を呼び覚まし、大規模な火山災害や水害に連鎖する恐れがある。連鎖して発生した災害の影響を受け、日本各地で害虫が湧き、感染症が日本を覆い尽くす、逃げるところなどどこにもないと我々に警鐘を鳴らしています。また霊視を得意とする小林利正氏は、北海道で大地震が発生する可能性が高く、震源は津軽海峡の少し北あたりになるだろうと予測しています。さらに小林氏は、洪水、大雨、台風については九州北部、特に大分と福岡の危険度が高く、それに次いで島根、山口、鳥取でも警戒が必要であると、水害が頻繁に発生する地域で暮らす人々に忠告しており、もし彼らの予言が的中した場合、多くの国民が命の危機にさらされることから、彼らの予言には大きな関心が寄せられています。バババンガの予言。バババンガとはブルガリア出身の女性で、ノストラダムスと並んで人類史上最高の予言者の一人と称されています。そんなバババンガは12歳で失明した後に予知能力を獲得するのですが、彼女の予言的中率は 80% を超えるなど驚異の的中率を誇っていると言われており、これまでにアメリカ同時多発テロやオバマ元大統領の就任、イスラム国の台頭などを言い当てています。またバババンガは1996年に命を落とすまでに数々の予言を残しており、2024年に関しても年内に人類史を大きく揺るがす4つの出来事が発生すると予言しています。ちなみにバババンガが残した4つの予言のうち1つは、プーチン大統領暗殺事件の発生で、一部の有識者はプーチン氏が国内にいる何者かに殺害される可能性が高いとの見解を示しました。もしプーチン氏が実際に暗殺される場合、世界情勢を大きく揺るがす騒動へと発展するため、様々な政府関係者がバババンガの予言に注目を寄せています。またバババンガの4つの予言には世界的な規模の治安の悪化も含まれており、2023年にテロ攻撃の危険性が世界的に上昇した結果、それに伴って事件での死亡率も増加していたのですが、彼女の予言によると2024年はさらに治安が悪化し、ヨーロッパはこれまでにないテロの脅威に襲われるそうです。その他にも4つの予言には生物兵器による攻撃といった内容もあり、バババンガの予言を研究する者たちは、2024年にアメリカや中国などの大国が生物兵器の実験や攻撃を行う、
近年では新たな感染症がいくつか確認されているが、それらは生物兵器の可能性があるとの見解を示しています。さらに4つの予言には2024年に世界規模の深刻な経済危機が起こるとの予言も含まれており、有識者からは地理的な位置関係が国家間の緊張や対立を招く地政学的緊張や西側から東側への経済の移行が問題となり、世界規模で経済危機に陥る恐れがあると指摘されています。またバババンガは4つの予言以外にも2024年には人類にとって脅威となる出来事が起きると予言しており、通常は長い時間をかけて進行する地球の軌道の変化が異常な速さで起こり、気候変動や放射線レベルの上昇など重大な環境問題を招く、高度なハッカーたちが送電網や浄水場などの社会基盤施設をターゲットに選ぶようになり、国家安全保障への大きな脅威となるなど、新たな環境問題の発生や悪質な犯罪の増加に関する予言も残されています。また2024年における様々な災厄がバババンガによって予言された一方で、彼女は技術の発展が人類にもたらす恩恵に関しても言及しており、超高速な演算処理が可能な量子コンピューターの開発が人工知能の発展を促進する、医療の進歩によって難病に対する治療法が確立するといった2024年の技術革新について予言を残しているため、ネット上にはバババンガの予言の的中を望む声が数多く上がっています。2062年からの未来人。2010年、人気掲示板サイト5チャンネルのオカルト掲示板にて、とあるネットユーザーが2062年から秘密調査の一環で2010年に訪れたとの書き込みを投稿し、ネット上で大きな話題を呼びました。また2062年からの未来人はオカルト掲示板に訪れた理由について、陰謀やタイムマシーン、宇宙人などの存在は2010年の時点では真偽不明だったが、2062年では義務教育で学習する一般的な教養になった。2010年時点でこれらの情報について議論を交わしているオカルト板に興味を持ち書き込みを行ったと説明しました。そして自称未来人は2062年の日本に訪れる変化として、人口は2010年と比較して 30% 減少した、新たに10万円札が発行されたといった具体例を挙げ、スレミンたちの興味を引きました。投稿者の発言が注目を集める中、投稿者はスレミンに対して書籍は大事に保管すると良いと助言しているのですが、有識者はこの発言について、2062年までに大規模な核爆発や太陽フレアによって電子機能が機能不全に陥るのではないかと推察しています。さらに投稿者は2030年より早い段階で第3次世界大戦が勃発したと語っており、世界情勢についてヨーロッパ諸国は気にかける必要はないが、ロシアは手がつけられなくなると未来の実情を明かしました。実際に現在の世界ではロシアによるウクライナ侵攻やパレスチナ問題など国家間での戦争が絶えず勃発しているため、有識者の中にはすでに第3次世界大戦の火蓋が切られているのではないかと主張する者もいます。さらに投稿者は第3次世界大戦には日本も参加しており、中国が世界から孤立し各国から総攻撃を受けて終焉を迎えると明かした上で、海洋生物はほとんど食することができない状況になった、アフリカが壊滅していると未来の凄惨な状況を説明したため、ネット上では2062年では第3次世界大戦の勃発によって世界各国で甚大な被害が発生したと予想されました。そして投稿者が世界各国を巻き込む大規模な戦争について言及する中、とあるスレミンが日本は移民を受け入れた後2062年にはどのように変化しているのかと尋ねると、未来人は移民は増えない、なぜなら2024年に大事件が発生すると意味深な回答をしており、ネット上では2024年に発生する大事件の内容について様々な憶測が寄せられました。その後2019年に新型コロナウイルスが発生したことで、2024年に発生する大事件とは新型コロナウイルスの対策である入国制限のことを示唆していたのではないかと推察されていたものの、日本は入国制限を2023年10月時点で大幅に緩和したため、一部のネットユーザーは2024年内に新型コロナウイルスとは全く異なる大事件が発生する可能性が高いと指摘しています。ちなみにネット上では2024年に発生する大事件とは南海トラフ巨大地震や関東直下型地震を指しており、地震で日本のインフラが崩壊することで移民を受け入れられない状況下に陥るのではないかといった意見も上がっています。その一方で一部の有識者は地震などの災害を大事件と表現するのは違和感があるため、第3次世界大戦を引き起こすような出来事が発生し、それによって日本での外国人の移住が制限されるのではないかと考察しています。
果たしてこれから先の未来で我々は何を目撃し、どのような運命と対峙するのでしょうか。その真相を知っているのは科学者や政府関係者ではなく、預言者や未来人だけなのかもしれません。ということで今回こんな感じなんですけど、何があってもキリン創始が導いてくださるでしょうと思った壊滅寸前ヤルミナ教忍耐力丸古参信者の方は、高評価チャンネル登録ベルマークの通知登録の3点お願いします。最後まで見てくれてありがとうございました。はい、現地タイムなんですけれども、ぬるっと復活ということで、はい、まあなんか急にサボり出したりとかしがちな賢者タイムなんですけれども、ちょっとまた やり出そうかなと思ってます。はい、そしてね、この新フォームどうですか。このイケメンイケオベンキリンリアルキリン仮面フォームですね。はい、こちらも、ぬるっと初お披露目ということでね、普通 VTuber さんとかだとね、結構新フォームとかになると結構大々的に初お披露目して、なんかスパチャが飛び交ったりしてんのかな、ちょっとよくわかんないですけど、まあそんな感じだと思うんですけど、まあ一応キリンチャンネル賢者タイムの方はですね、このまあぬるっとさをね、売りにしてるところもあるので、まあこれぐらいの、なんか ぬるっとさでいいかなっていう感じなんでですね、まあちょっと賢者タイムまたしばらくやっていこうと思います。そしてまた、いずれサボり出す時が来るでしょう。それまでよかったらなんか聞いてくれればと思います。はい、っていうことでした。